方が薬局マジで No Doubt。 おいさ、大学ガチャンネルへようこそ。薬剤師のバニポップです。ドルガム社のムです。はい、ということで今回は皆さん大好きな、はい、風邪とかコロナについて話しちゃうぞ、バカ野郎。嬉しくない、嬉しくない、全然みんな好きじゃない。好きじゃないね。好きくない。やべえ、風邪ひいた、コロナかもしれん。いやもう今の情勢に誰がしもが思いますよ。絶対思うよね。ちょっと熱で37度5以上やばいよね、そうみたいな。やばいよね。どうしたらいいやと思う。俺分からん。家族に言ったらもうみんな離れていくっていう。みんなともう疎遠になるね。そう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 。そんなあなたに、私は救いの手を差し伸べたいと思います。ありがとうございます。よかったね。よかった、よかった。ほんと風邪かコロナかインフルエンザで悩まれてるあなた優にワディオスの漢方薬紹介させていただきます。とりあえず風邪の概念をちょっと話したいんだけど大丈夫かな。いいと思う。ありがとう。風邪ウイルスに特効薬はないって本当って。本当、うん、ウイルスはあるね。これはね、ないのって聞いてるんですよ、こちら。ある、ないのって。ウイルスはあるけど、風邪はね、実はないんですよね。分かってない。これでも知らない人多いんじゃないですか。そうそう、で、風邪ってなんだろうなって思った時に多分分かんないと思うんですよ、概念が。風邪の 90% はウイルス感染です、実は。え、じゃあ抗生剤効かんじゃないと思うじゃないですか。怖いじゃないですか。でも残りが細菌なんですよ。 10%。 だからそのウイ風邪のせいで免疫力下がってる状態で、まあ、菌が悪さしないように抗生剤飲むとかっていうパターンもありますし、いろいろ種類を、あの菌の種類を調べてやっぱ抗生剤出したりするんで、まあ、そこら辺でまあ抗生剤の話はまあ今回置いといて、じゃあこういう話があるんだったら対症療法、いわゆる 熱とか鼻水くしゃみとか関節痛節々の痛みとかですね、喉の痛みとかに対応できたら症状は緩和するんじゃないかってことで、今回漢方を紹介させていただこうと。それで治れば一番いいと思うんですよね、やっぱり。はい。で、ちなみになんですけど、ウイルスはですね、種類を特定してそのウイルスに合った薬が必要になります。例えばインフルエンザだったらインフルエンザの薬、アデノウイルスだったらアデノウイルスみたいな感じで、種類、ウイルスも種類によって違うので、ここはまあ別の話になりますね。で、今回ですね、はい、薬剤師が一番使ってるんじゃないかと思われる漢方を紹介したいなと思います。これはいいんじゃないですか。お墨付きというかですね、はい、それがこれです、はい、魔王刀。じゃれん。これですよ、魔王刀ですよ。魔王刀。お父さん、お父さん、魔王がやってくるよーの魔王です。よくあの、あ、違うね、合唱コンクールで歌ってた魔王ですな。そうそうそう。これですね、まあ、あの医薬品でも、まあ、違うメーカーさんでもあるんですけども、インフルエンザの時とかでも僕の服用してますし、風邪の時もやっぱ使いますけど、もうすごく効きます、本当に。はい、実際飲んで分かる、飲んで分かるぐらい効きます、本当。皆さんもうや、僕たちの周りの薬剤師本当これ魔王刀よく使ってます。皆さん結構カッコン刀使われると思うんですけど、そう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 、僕は魔王刀ですね、派です、魔王刀派です。魔王刀派。でちなみに風邪って種類があって、まあ、おかんがゾクゾクするタイプの、風邪に寒いって書いて風寒ってやつと、喉が腫れたりする風熱ってやつ、ちょっと読み方を、漢字読み方間違ったらすいませんね。まあ、そういう2種類あって、ゾクゾクするやつは体を温めて代謝を上げて熱を発散する、ですね。で、喉の腫れとかがある、その風熱の方は、喉の炎症とかを抑えながら熱を発散していくっていうやり方が別なんですよね。それも漢方が、あ、種類があった漢方があるんですけど、基本的に僕は魔王刀を使って対応してます。まあ、まさにこれが適応できるんじゃないかなと思うんで、かかった不安があるときはこの漢方を飲んでみて症状収まってきて、まあ1週間ぐらい経っても治ってるんであれば問題ないのかなという感じですね。そうですね。それでもな、あの 2,3 日飲んで全然変わらないときはもう絶対病院に、連絡して、あの、もしかしたら熱が出てるのでコロナの疑いもあるかもしれませんって話して、あの医療機関に対応を促していただいて対応していった方がいいかなと思います。なのでまずはこれで対応してみるのもいいのかなって僕は思ってます。はい、僕個人の考え方ですよ、薬剤師としての。はい、まあね、コロナじゃなくて普通にこうなんか、あ、多分これ風邪だなみたいな、あ、もしかして引きそうだなっていう時はこれを、そうですね、使っていただけたらと思います。まあ、クラシエさんは結構飲みやすくなってる漢方なので、もうそのまま飲んでいただいていいのかなと思うんですけども、それでも苦手な場合どうしたらいいですか。登録販売者のムー様、見習い中登録販売者、はい、
そうですね、まあ、漢方とかってやっぱ独特、まあ、錠剤とかじゃない限り、うん、粉とかのやつってやっぱ飲みにくかったりするじゃないですか。顆粒がいいよね、飲むの。そう、まあ、顆粒タイプもあったり錠剤だったりで、やっぱ粉が苦手な人、私も私めっちゃ粉苦手なんですけど、うん、そういう時は聞いたんですけど、ココアとか、うん、そういうものにこう、ココア初めてかな、ちょっとあったかいお湯とかに溶かして、うん、まあ、飲んでいただくとすんなりと粉を感じずに飲めるっていうのと、味がやっぱ気になる人はココアとか、うん、ちょっと濃いもの、味の濃いもので一緒に混ぜて飲むとより飲みやすくなる。ココアは初耳だな。ほら漢方は初めてです。まあでもこれ、うん、何々糖とかって言って書いてるのはお湯に混ぜて飲んでいただいて構いませんよっていうことの認識で、うん、大丈夫なので、お湯に混ぜて飲むことは全然問題ないです。はい、まあ、どっちかというと僕もそのままかかっていきますよね。まあ、私も本当ね、もう粉ダメなんですよ、全般が。飲めなかったらオーガマンのオブラートゼリーあるから。そういうのもね、はい、ぜひ利用していただいて、はい、ぜひ漢方も皆さん、はい、挑戦してみてください。はい、まあ、今回のこれは、まあ、風邪の引いた時にもう本格的な風邪とかでも全然使えるもので、まあ、熱が高い時でも汗が出なかったりする時とかにも使えますし、はい、咳とか鼻水がひどい時に使っていただくのも全然効きますので、ぜひとも試してみてください。本当に僕はおすすめです。これもう本当に僕の周りの薬剤師ほとんど使ってますんで、うん、もう常備薬みたいになってますもんね。おー、てかさ、ちょ、マジ体調悪いんやけど、まごと持ってるみたいな感じで。普通のね、ぐちょぐちょの薬とかってまた違うのね、漢方も。いや、真似してもらって大丈夫なんで。ぜひ、ね。なかなか若い方とかはね、こう漢方、なんかマオールとか流行りそうじゃない？今年コロナ流行ったね。タピルみたいな。あ、タピルみたいな。マオールみたいな。風邪にしょっちゅうかかってないときも言えないよ、これ。ただですね、うん、注意点が最後にあって、漢方っていうのはやっぱりいろんな成分が入ってるんで、うん、やっぱりその成分濃度が高くなってしまうとなんかちょっと血圧が上がってしまったりとかっていう症状が出たりすることもあるので、飲み合わせは絶対薬剤師聞いてください。もうそういうのは詳しいので、うん、これ1種類だけとかで全然問題ないと思うんですけど、その種類が増えるとなんかちょっと合わないものとかもあるので、過剰とかそこだけ、うん、したりとかもあるから、そこはまた相談していただければ。はい、コメント待ってるぞ。はい、はい、ということで今回は麻黄湯を紹介させていただきました。はい、こちらは第2類薬品なので登録販売者さんからも販売していただくことが可能なので、はい、ドラッグストアに行ったら販売してると思いますので、ぜひとも相談してみてください。はい、はいはい、では今日もご視聴ありがとうございました。この動画がためになったよ、試してみたいなという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。漢方の呼吸、はい、行こう。コメント待ってるぜ。はい、インスタグラム、ツイッターフォローしてください。はい、それではバイバイ。バイバイ。よし、ではまた。最後の最後。マイファーマシードラッグ王が24時間よかとよ相談だけん頼りがいあろうが、ハーテンクロスがスローガン、王が薬局マジでノーダウン。